食べる？うん、うん、なんかパサついてるわ、わかる？うん、パサついてるよ。 Hey, how's going guys? どうも GPH です。マックフルーリーのブラックサンダーが登場したんだけど、それをね見て思ったことがあって、ちょっとそれを今回やってみようと思ってる。で、ブラックサンダーのマックフルーリー版、つまりこれはソフトクリーム足すブラックサンダーですよ。だよね。うん、だからそれを作った方が安くねって思ってで、実際ブラックサンダーはクーポン使っても240円だったんさ。で、実際の価格は290円。で、俺が今回用意したのはソフトクリームとブラックサンダー。ブラックサンダーなんか1個30円だぜ。それでソフトクリームなんか100円で買えるよ。130円、イエーイ、半額以下だぜデュアル半額以下で食えるんだぜ、同じ味が。で、今回は実際にマックフルーリーのブラックサンダー買ったし、ブラックサンダーとソフトクリーム用意したから、早速それを味比べやっていきたいと思う。どっちの方がうまいか。もしこれでソフトクリームとブラックサンダーの組み合わせの方がうまいんだったら、マックぼったくりすんじゃねえぞと言えるよね。まだ言えないけど、じゃあ早速やっていこう。なんかソフトクリーム感がないな。そうだよね、ソフトクリーム感なくね。食ってみ、クッキー感の方が強くね。ブラックサンダー感っていうかさ、うん、大量に入っとる、ね、ソフトクリーム感が弱いよね、うん、というわけで、まずこのマックフルーリーのブラックサンダーね、このオリジナルパッケージのやつね、これはブラックサンダー感が異様に強いということね。それがまず第一ね。で、今回俺たちが作るブラックサンダーとソフトクリームの合体、これどうやってやるか。まずソフトクリームの上のところを皿の上に乗っける。それをブラックサンダーですくって食う、あるいはスプーンで乗っけて食う。シンプルだね。昔からある方法だよ。古来からの由緒ある正しい食べ方だね。オレオでもやってるだろCM 見ろよ。それで、まあそれをやっていこうと思ってる。で、今回はちゃんとそれを作ってる映像もちゃんとお見せしたいと思う。というわけで、これで見てもらえると思う。ソフトクリームとブラックサンダーが。で、この1個ね、こいつははっきり言って高い。こいつだけで100円する。まあ3つ分だね。まあこれはおまけだよ。おまけ。こいつらは30円分です。では早速作っていこう。不器用な俺でも作れるぜ。はい、あげる。はい。で、この上の部分な。上の部分。いやー、まあいいや、もうこれで やっちゃえ。あげる。やったで、これだよね、これ。こいつですよ。これがフルーリー部分だよね、強いて言えば。フルーリー部分ですよ。で、ブラックサンダー開けるっしょ。ブラックサンダー開ける。チョコだね、チョコ。チョコだよ。で、これをだ。これをすくってだ。おお、結構緩いな。乗っけて。どうよ。結論ね。このクッキーがさ、結構思ったより量あるんさ。分厚いんさ。で、ソフトクリームがすぐなくなって、クッキーが最後残ってるだけになるね。つまりどういうことかっていうと、まず先にブラックサンダー食って、その後にソフトクリームを入れる。別々にやる感じ。その方がいい気がしてきた。というわけで、改良型。ああ、同じになるわ。同じ感じになったぞ。順番だ、順番。ちょっとエミも食ってみて。エミも食ってみてよ。ソフトクリーム普通に食ってんじゃないよ。まずこれをかじる。そしてこれを、あ、取れない。よし、取れた。よし、これを入れる。はい。どうだ、同じにならないか。うん、でしょ、同じになるでしょ、うん、つまりこのマックフルーリーのブラックサンダー
マクフルーリーのブラックサンダーを味わうには、まずブラックサンダーをかじって後にソフトクリームを食うと。そうすると程よい感じになるね。なったよね、うん、本当に、うん、嘘なしだよ、うん、お墨付きもらったから。一応確認のためにもう一回マックフルーリー食っとこう。なんか今度はソフトクリーム感が強いなと思ってしまったけど食べてみな。見て、綺麗に食べてるよエミは。これさ、やっちゃっていい？俺固まるなよ。やっちゃっていい？いいよ。美味しいところ食べられた。うまい。綺麗に取れてるでしょ？え？これこそ俺のやり方だね。なんかソフトクリームの方が強くなかった？こっち量的にさ、うん、というわけで量を増やすということです。2個ぐらい入ってんのかな、マックフルーリーに。もっとじゃん、これ。1対2の割合だ。ブラックサンダー1に対してソフトクリーム2みたいな感じ。ブラックサンダー濃いからね、うん、1対2だ。ひとかじりに対して2杯、そんな感じです。というわけで皆さんもぜひやってみてください。まあどう思うか分かんないけど、俺はこっちの方が正直うまいと思う。ただ一つめんどい。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。